川端慎吾、川端慎吾、川端慎吾、1987年10月16日隊は、大阪府海塚市出身のプロ野球選手、内野手、右投げ左だ、東京ヤクルトスワローズ所属。実前は、日本女子プロ野球機構の埼玉アストライアに、所属している、川端幸。小学校二年生で、貝塚リトルで、投手兼遊撃手として、 野球を始める。貝塚ズカ・ミ時代は、投手として活躍。私立は香山商工進学後、本格的に遊撃手として、プレーを始める。2004年の夏の甲子園に出場し、2回戦で、商工学院に敗れる。川端は2試合で8打数3安打だった。の春の選抜では、2回戦で準優勝の神村学園と対戦し敗退。 川端はエースの神龍馬のストレートを弾き返し、逆風の中本塁打を放っている。夏の県大会は準決勝で敗退。その後第6回トリプル A アジア、野球選手権大会の選抜メンバーに選出。打率462でベストナインを受賞する活躍を見せた。高校通算33本塁打。 2005年高校生ドラフト会議3巡目で東京をヤクルトスワローズに指名され、推定契約金4500万円、年俸480万円で入団した。21軍キャンプスタート。開幕1軍は逃したが、2軍では、高卒新人としては珍しい79試合に、出場。同年10月9日の対中日ドラゴンズ戦で1、軍初出場、2打スームアンダ 10月10日の対、広島東洋カープ戦の第2打席で公式戦初、アンダー、マルチヒットと共に、プロ初打点を記録し、プロ2試合前で早くも、お立ち台に登った。球団史上、ドラフト会議を経た、高卒1年目の野手が1軍の試合に出場したのは、1987年に1試合出場した、土橋勝之以来、約20年ぶり。それ以前には1984年に、 池山龍館が10試合に出場している。ただし、土橋、池山ともに1年目は安打は記録していない。高卒1年目の野手の安打は、1968年の奥宮種尾まで遡る。は、1軍と2軍を行き来する中、8月22日の試合で、左手の薬指を骨折し、そのリハビリで、残りのシーズンの出場はできず、10月中旬の フェニックスリーグで実戦に復帰した。2、初の開幕1軍、10月7日、第中日第24回戦の第一打席にて、小笠原隆から、プロ初本塁打を記録した。も5月に1軍昇格。その後は主に左の代打として出場したものの、8月23日の練習中にまたも右肩痛を発症し、登録抹消。 以降は一軍での出場はなかった。半神から藤本厚氏が加入。遊撃手のポジションを、鬼崎裕二、新人の荒木高弘らと争う。開幕当初は藤本が固定される形で起用されたが、不調から二軍落ち。その後は、鬼崎が、守備力を活かして対等したが、打撃に難があったため、7月頃から川端が、遊撃手のレギュラーとして起用されるようになった。 その後、シーズン終了まで遊撃手のポジションを守り続け、8番打者として、チームの後半戦の躍進にも貢献した。なお、守備力は鬼崎の方が変われていたため、試合終盤は、守備固めとして鬼崎が遊撃手に入り、三塁手へ回される機会も多かった。この飛躍には、シーズン中盤に、監督の高田茂の休養、事実上の隕石辞任により監督代行に、 就任した小川敦氏の北手てによるところも大きい。小川は入団当時の2軍監督で、初年度から2軍で積極的に起用された。開幕戦で最有力ライバルだった川島慶三が、当の衆に指揮を受けて骨折したことから、スタメン遊撃手に定着し、シーズン中盤までは7番を任される。6番、宮本、7番、川端、8番、相川で、 恐怖の買い出せいを形成。クリーンナップが不振でも得点源として機能する。しかし、女子ホワイトセル、イーハラホマレ氏の税不振や故障により、シーズン中盤からは三番打者として起用される。死んだ順も無難にこなし、9月末には2割9部台まで打率を上げた。その後不審に陥り、10月19日に左手首痛で登録を抹消された。病院での検査の結果、 左手の TFCC 三角繊維軟骨複合体損傷で全治6週間と診断9月14日の広島戦でスライディングした際左手を地面に強打したのが原因とされるされシーズン2位で進出が決定していたクライマックスシリーズに出場できず同じく戦線離脱を余儀なくされた吉木、キ9個七条らとスタンド観戦する結果になったシーズンとしては 規定打席に初めて到達した。開幕から主に3番、5番に座り、シーズン最終試合で打率3割に挑むも、惜しくも届かなかった。その後の c s では無安打に終わり、シーズンを終えた。最終成績は打率、298、4本類打、49打点と前年を超える成績を残した。また、本来の遊撃手だけではなく、 宮本深夜の休養日には三類種として四十社以上守った。さらにシーズン終盤からは一類種の畠山和弘の怪我により一類を守る機会もあった。4月22日に左足首関節の手術を受け実践復帰まで2ヶ月の見通しと発表した。7月9日に復帰してからは 調整不足の影響からか、なかなか状態が上がらなかったが、8月から徐々に調子を上げ最終的に70試合に出場、規定打席未到達ながら打率。311を記録、本塁打も規定打席の半分ほどの打席数で過去最高の後、本塁打を放った。また9月には、自身初となる月間 MVP を獲得した。同年オフの11月には、 台湾で行われた2013ベースボールチャレンジ日本 vs チャイニーズ台北の日本代表に選出された。2、3塁手などとして自己最多の142試合に出場し、最多安打を獲得した山田哲虎と共に打線の各団等として活躍した。3番での出場が多かったが、攻撃型打線を組むときは2番に起用されるときもあった。打撃面では、 規定打席に到達して打率3割以上を達成したが、守備面では守備率957で14失策を期した。またシーズン中の6月22日にタレントの水野京子と結婚していたことがシーズン後に明らかになった。挙式は優勝旅行のために1年延期となり2016年オフに取り行われた。7月16日に第1回。 WBSC プレミア12の日本代表第一次候補選手に選出されたことが発表された。9月10日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたことが発表された。シーズンでは、真中光新監督のバントを減らし繋ぐという構想の下2番で開幕スタメンを果たす。その後、チーム事情もあり長らく3番を務めたが、 オールスター明けに一気に状態を上げた山田哲と3番に回ると2番に完全固定されリーグトップの195五安打を記録し山田との争いを制し首位打者を獲得するなどチームの優勝に貢献したオフの10月9日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表最終ロースター28名に選出されたことが発表されたオフの十二月十四日には 東京都港区の球団事務所で契約公開を行い、今期年俸約8,500万円から大幅アップとなる約1億6,000万円で4年の大型複数年契約を結んだ。翌2016年からは森岡良介から引き継ぎ新選手会長に就任し、チームリーダーとしての期待も高まる。他球団に行こうと思わない。できればずっとヤクルトで野球をやりたいと。 球団への愛着を語った。開幕前の2月15日に、侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の日本代表26名に選出されたことが発表された。しかし3月2日にインフルエンザのため辞退したことが発表された。開幕後の7月18日の DNA 戦で自打球が足に当たり途中交代。骨折と診断され、 19日に出場登録を抹消された。9月6日に一軍復帰し、最終的な成績は前年を大きく下回ったが、3年連続の3割はキープした。キャンプ中に追間板ヘルニアを発症。リハビリを続けてきたが、症状が悪化したために8月に手術を受けた。そのため1軍出場はなかった。OBE の真中光は6番。 川端の完全復活に、ヤクルト打線そのものの完成にかかっていると論評していた。シーズンでは、開幕1軍を果たし、開幕戦で2年ぶりの本塁打を放ったが、ジカードの広島で、今村岳から、頭部機研究を受けるアクシデントに見舞われ、打撃不振に陥り1時2分軍で再調整を命じられるなどその後は、調子が全体的に上がらず、 97試合には出場したものの打率は2割5分9厘と規定打席にも届かず腰の故障前の姿からすればやや物足りない数字にとどまった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。